見る意識が高いです。本日は先ほどもありましたけれども、日曜日のしかも台風というか雨の中最悪の時になりまして申し訳ございません。普段はいつもお忙しいところって言うんですけど、本当に今日は申し訳ないと思っております。10月5日にこだわりまして、また昨日まで、バイオインフォが、マティクス学会等が仙台であったとかいうこともありまして、こういうことになりましたけども、来年は心配しなくていいんですけど、 4,5 年先はちょっと考えたいと思っています。また今回はいわゆるプロジェクトの中の人、推進する側の方だけの発表ですけども、もう少しそのデータベースを活用した人の発表であるとかですね、あるいは外国での取り組みであるとか、そういうことも含めて来年以降このシンポジウムのことを考えていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。ただ台風来るのは明日だそうですので、そういう意味では日頃の行い悪いかなと思ったんですけど、それほどでもないのかなといろいろ思ったりもしております。今日でよかったなというふうに思います。さて、それでタイトルは第2段階を迎えた NBDC ということで、これからの3、4年、4、5年どういうふうに進めるのかということをお話ししますけれども、その前に、まずこれまでどういうことに取り組んできたのか、どういう成果があったのか、あるいはどういうことがうまくできてないのかということを最初にご紹介してみようと思います。歴史に学んでこれからの戦略を考えようというわけです。さて、まず今日はだいぶ関係者の方が多いと思いますが、もう一度第2段階というのはどういうことかというのをおさらいしますと、これは下の方に小さく書いてありますけれども、平成21年の5月に、総合科学技術会議のライフサイエンスプロジェクトチームの統合データベースタスクフォースという非常に長ったらしい名前のところがございますが、そこの報告書でございます。その中に、23年4月から、統合データベースセンターというのを、それまでのプロジェクトやセンターを一緒にして作ると。でその後3年間いろいろ試行錯誤をして、26年の今年のですね、4月から第2段階に入るということで、内部の表現でございますけど、第2段階に入ったというような状況で、この後どういうふうに進めていくのかというのが考えないといけないわけでございます。でこの中に、ちょっと見にくいかもしれませんけど、満たすべき、この第2段階を満たすべき必要条件ということで、継続性であるとか、データを出す側と利用双方が、きちんと、連携できる、それで運営に反映するということとかですね、人材育成であるとか関係省庁の支援連携であるとか、こういうことが必要条件になっております。でこのあたりもう少し、今後ちゃんとできるのかどうかというのが課題になろうかというふうに思っております。さて、それで、この第2段階に至るまでにどういうような、ことが考えられ、どういう取り組みがあったのか、非常に簡単にご紹介します。まず最初、この出発点は平成12年の11月に、その当時まだ科学技術庁がございましたけれども、そこでのライフサイエンス部会、ゲノム科学委員会で報告が出されまして、バイオインフォマティクス、ここではゲノム情報科学と書いてありますけれども、その戦略をどうするかということが言われました。でそこで言われておりますのが3つポイントがありまして、人材育成ということと、データベース構築ということと、いわゆるバイオインフォマティクスの技術開発と、この3つが大事なので、それを推進しなさいということが言われております。でそれを実現するために平成13年にこの JST に、バイオインフォマティクス推進センター、我々 BARD と呼んでおりますけど、そういうものができたというわけでございます。でその後、ここでも最初にデータベースということを言ってたわけですけども、ここで言ってるデータベースのどちらかといいますと、個々のデータベース、世界に通用するデータベースを作るということで、あまりそれらを連携するとか統合するという意識はそれほど強くございませんでした。でその後やはりいろんなデータベースが出てまいりますので、それらをもう少しこう統合するとかですね、人材育成も含めてやろうということがいくつか提言が出されております。まず最初に、この内閣府の方で、報告書が出されまして、ここでは公共データを共有するルール作りが必要と、まずそれはルールができたらそのデータを受け入れる機関が必要だという報告が出ております。でその後文科省の方の、ライフサイエンス委員会で報告書がまた出まして、この中では10項目、戦略立案ポータルサイト、その他10項目の推進を図りなさいということが言われています。でこの今申しましたそのデータの共有ということの重要性と、その受け皿ということがこの、調査研究で明らかになりまして、それを受ける形で文科省でも、いろんな、具体的な施策
が提言が行われたというわけでございます。でこれがその当時のちょっと古い資料を引っ張り出してきたんですけれども、その当時バードがございましたので、バードで担う機能と10項目の提案、ここにありますけど10項目やりなさいということで報告書に書かれておりまして、提言されてまして、そのうちの3つがまあすでにまあある程度バードで取り組まれてますので、それ以外の7項目を新たにまあ作ると言いましょうか、中核的、その当時中核的役割を担う組織というわけのわからないようなことが書かれておりますけれども、その中でまあ取り組みなさいと、でこの2つが連携してやりなさいと、まあ、こういう形になってたわけでございます。でその中には、戦略立案でありますとか、ポータルサイトでありますとか、人材育成だとか、文献との連携であるとか、まあ今考えても、必要なことが全部この中にまあ盛り込まれていたわけでございます。少し戻りまして、それからこういうような10項目、今申し上げた提言が出されまして、文科省でプロジェクトがスタートしたと。でその後、それをの受け皿として、情報システム研究機構に、ライフサイエンス統合データベースで DBC レスと呼んでおりますが、それができたと。それから具体的に公募等がありまして、プロジェクトがスタートしたということになっております。これは先ほどお見せしたものですね。これ諸外国の、まあ活動がどうなっているか、公共財としての考え方などがその当時に提言されております。でこれが体制で、その後、少し進みまして、この先ほど申しましたプロジェクトが、文科省のプロジェクトが5年間で終わるということで、その後どうすればいいかということがいろいろ議論されまして、ここにありますように、先ほど申しましたバードっていうのと文科省の統合プロジェクトを一本化しなさいと言いますとか、それをその上で一元的な統合データベースの整備をし、そのためのロードマップ、先ほど申しました3年間やって、その後第2段階に入ると、こういうことがまあ内閣府あるいは文科省等で提言されまして、その後準備委員会が GST にできて、4つの柱、戦略立案とポータルサイトと、分野別目的別統合化と、それから技術開発と、この4つの柱がまあ提言されて、それで NBDC ができまして、来ているというわけです。でその後また3年間、第1段階終わるときに、総合科学技術会議のライフイノベーション戦略協議懇談会というところで、NBDC を中心とした現行体制でいきましょうということ、でそのために必要なことは、具体的なことは、文科省で相談しなさいということで、ここに書いてあるようなことを進めるということで、第2段階に向かってきているというわけでございます。そうですね、ですから先ほど、申しましたこの2つのところが一旦バラバラにできたんですけど、これが合流したという形に、まあなっているわけでございまして、それが、まあ第2段階に入ってきたというわけでございます。でここで先ほどいくつかお見せしておりますけれども、赤で書いたところに関しまして、今でも重要なことが全部その今から十数年前に言われております。でその中で実現したこともあれば、なかなか実現してないこともあると。でそういう意味では私ずっと関わってますので、いろいろ責任は感じておりますけども、まあ、進んだ面といろいろ反省する面を踏まえて、今後 の戦略を立てないといけないわけです。ただここで申し上げておきますと、平成13年からですね、13、4年ですかの間、いわゆるその普通 その疾患の遺伝子を見つけるとかですね、育種に必要な遺伝子を見つけるとか、治療法開発とか、そういうようなダイレクトに成果が出るものではなくて、こういうインフラの整備に関して十数年ずっとサポートしていただいたということに、非常に文科省をはじめ JST に感謝したいというふうに考えております。さて、こういうような状況の中で、第2段階どうすべきかということで、これが文科省の中で議論されて出てきたことでございます。で細かいことは全部省略いたしますけれども、データ量の飛躍的増大に対応しなさいだとか、人材育成だとか、JST の、情報事業と連携しなさいだとか、既存の取り組み、基礎データベースを含めた取り組みを、発展させなさいでありますとか、 NBDC と協力体制を共同研究でやりなさいと、こういうようなことが書かれて今現在に至っているというわけでございます。で今日は細かいことは省略いたしますけれども、今申しました2001年の平成13年から始まったバード事業から含めまして、どういうことが実現されてきたのかということをここにまとめてみました。基盤的なデータベースを作るでありますとか、いわゆるそのウェットとドライの融合型の研究開発を進めるということから始まりまして、その後統合化って話になっています。統合化の技術開発、そのためのコンテンツ、それからここ2、3年は分野別の統合化でありますとか、個人ゲノムの扱いのガイドラインができるとか、そのための
それを使ってデータベースの受け入れが始まるとかですね、4省連携でありますとか、さまざまなことがまあ言われてきて、こういうような取り組みがまあこれまでなされてきているわけで、具体的にはポスターでいろいろ発表がございますので、そちらをぜひご覧いただいて、いろんな意味で のご意見ご批判をいただければというふうに思っております。さて、こういうような取り組みをしてまいりまして、もう十数年にわたってやってまいりまして、やはりそのいくつか問題も浮かび上がってきたというわけです。一つはそのデータベースの分野別統合化をしているけど、それは本当に網羅されている必要なものが、あるんですかということ、それから分野を超えた統合化をしないと例えばいけない、例えば植物と微生物でありますとか、最近ですと人の腸内細菌と人の疾患であるとかですね、さまざまなことの、分野を超えたデータベースの、まあ、統合化をしないといけないんじゃないかとか、それからこういうふうに十数年やってきて本当に統合データベース役に立ってるんですかと、活用できた事例は何ですかということが問われたんですね。あるいは人材育成に関しましても、なかなか分野が広がってるだけに人材育成が追いついてないんじゃないかとか、それから従来 その基礎研究から最近はパーソナルゲノムをはじめ、そういう医学への応用ということも非常に大事になっておりますので、そういうことに対応できるのかとか、せっかく GSC の中にあるの、情報事業と連携しなさいとか、ファンディングとか、あり方はこれでいいのかとか、もっと言うと持続可能な組織、体制はどうあるべきなのか、恒久的なセンターの姿はこれでいいのかと、こういうようなことが、いろいろ問題として明らかになってまいりました。じゃあこれらに対してどういうふうに今後対応しようかと考えているかということで、まだ議論の途中の面も多々ございますけども、それをこの後少しご紹介します。まずその分野の網羅性、それから分野を超えた統合ということでございますけれども、これが私どもよく内部で使っている絵なんですけれども、いろんなその、いわゆるオミックスの縦の軸と、それから動物、植物、人とこういうようなラインとですね、縦横の軸を書いて、どこのデータベースが今どういうふうにサポートされているのか、どこが抜けているのか、あるいは国際的にどうなっているのかということを整理しておりまして、こういうものを踏まえて今後の戦略を練っていきたいと。もし、来年順調に予算がつけば、来年度も統合化推進は、まあ、募集できればいいなと、こういうラインに沿って募集できればいいなと思っています。それから、もう一つその分野を超えたということでございますが、 RDF という技術、これは今日は時間の関係で詳しくご説明できませんけれども、この後ポスターで、あるいは、DBCLS の山口さんがお話になると思いますので、そちらをお聞きいただきたいんですけれども、まあ、RDF を使って、分野を超えていきたいと、それは分野を超えたつながりを作っていきたいと思っています。また当然その欧米のデータベースとの連携も図らないといけないわけですけども、幸いなことにといいましょうか、私どもが、まあ、リードしてきたという自負もございますけども、この RDF を使ったデータベース化というのがユニプロットをはじめさまざまなところで今欧米でも進んでおりますので、こういうものとうまく連携をしていきたいと。それから人のデータに関しまして、これも割と最近でございますけども、グローバルアライアンスフォー、ジェノム&ヘルスケア、こういうような形での国際アライアンスが今できておりますので、そういうものの中に参加して、人データの、あるいはまあ臨床データですか、そういうものも含めた国際共有化みたいなことにも参加していきたいというふうに考えています。2点目、データベースの活用事例があんまり本当にあるんですか、ないんじゃないかというようなこともあるんですけども、これに関してはいろいろ成果は出ていると思いますが、まだ必ずしも私ども全部こんな成果が出ましたというふうにパッと何十もお見せできるような状況ではございませんので、もう少しそれに向けた活動をしていきたいということを考えております。一つは今までもいろんなそのアクセス数だとか解析しておりますけど、もう少し深く踏み込んで、どういうユーザーがどういうふうに使っていて、何が使われてないのかというようなことを整理をして、サービス改善に図ります。から二つ目は、すでにもう昨年から始めておりますけど、統合データベース解析トライアルということで、若い人に、数十万円という非常に少額でございますけども、お金を研究費を支援して、その中でいろんなチャレンジングなツールを、データベースを活用するツールを作ってもらっておりますけども、まあ、そういうものをこれからも進めていきたいと。それから RDF はどちらかと言いますと、バイオインフォマティックスでデータベースを作る専門家向けの仕組みでございますので、もう少しそのいわゆる実験研究者を含めたエンドユーザー向けのシステムということで、例えば今一番急務となっております NGS を
解析する NGS データを解析するデータベースツール含めた統合解析環境でありますとか、あるいは単にそのキーワードを入れてなんかデータベースのエントリーが少し返ってくるだけではなくて、もう少し複雑な質問を例えば自然言語でして、その結果がまとまってきれいに整理されて返ってくるような質問応答システムでありますとか、まあ、そういうようなもの、それから具体的にこういうふうにデータベースを統合化すればこんなことができますよというようなことの具体例を示していくと。最後にちょっと赤で書きましたのは、これは私どもの少し反省ではありますけれども、これまでどちらかというと私どもはあのプロジェクトがどこかで立案されて、例えば文科省で立案されて、それが動き出すとその後結果が出ると私どもそのデータベースを受け入れるということで、ある種の受け身的にやってまいりましたけれども、それじゃダメなんじゃないかという意見をいただいております。それはどういうことかと言いますと、一つはあの欧米に比べてやはりプロジェクトの規模が小さいということがございまして、例えば何百人単位の、疾患のデータを集めるのに比べまして欧米ですと数千人数万人単位で集まっている。でそういうものを私どもが働きかけていかないとですね、私たちのミッションではないかもしれませんけども、いやそれぐらいの規模がないとデータベース作っても意味がないですよと、例えばそういうようなことも発信していかないといけないと思っておりますし、それからデータ共有、今はあの公募要領に、協力依頼の文章が載っておりますけど、もう少しその先ほど大竹理事の方からもありましたけど、義務化を図っていくというようなことも含めてデータ共有の義務化、それから大規模化に向けて進めていきたいと。そうすればあのおのずと活用事例が増えてくるものだというふうに考えております。それから、先ほどのその、分野を超えた統合化ですございますけども、少し繰り返しになりますけど、これまでやってきた活動はカタログとか横断検索アーカイブとかですね、統合化推進ってやってきたんですけども、それぞれが、まあ、個々のデータベース作られているんですけど、これからはこれらを全部つないだようなあの基盤を、まあ、作っていって、全てがこうどこでもつながっているというようなものをして、先ほど申しました植物と微生物の関係でありますとか、さまざまなあのこれまであまり簡単にできなかったようなことを実現していきたいというふうに考えております。それからデータベースの統合化に関しまして、これ4章連携の枠組みでございますけど、これまではポータルとかそれから横断検索アーカイブということでやってまいりましたけど、第2段階になりますともう少しこう踏み込んでデータベースを再構築して有用なデータベースを作って、こういうところも少し踏み込んでいきたいというふうに考えております。ただその次にあともう少し残り、データベースの人材育成でございます。これはあのもう10年以上前からずっと人が足りないというふうに言われているわけですけども、それに関しましては私ども昨年あの NGS 教育用のカリキュラム作りましたし、今年の9月に講習会を試しにやってみました。これ非常に好評でしたので、これをあの今後も続けていきたいと。また NGS 以外のものに関しましても、例えばイメージデータでありますか、そういうものも今後考えていきたいというふうに考えております。それからもう少しそのデータ活用支援と私ども呼んでますけども、データを多く算出する機関のところに、まあ、人を派遣するな、それを支援するというような形も含めて、取り組んでいって、人材育成とデータベースを作るということのもう少し支援をしていきたいと思っています。これはあの概算要求しているんですけど、なかなか 2,3 年お認めいただけないので、今年こそはなんとか認めいただけたらなと思っています。それからその次がこれも赤で書いておりますけども、データ解析研究の取り組みということで、これまで私どもデータベースを作ることを中心にして、あまりそれを使うということをしてきませんでした。あの使うということをやりだしますと、なかなかそのデータベース作りの方がおろそかになるということでございますので、まあ、そういうことにもこれからは少し取り組んでいきたい。ただそのためにはちょっともう少し研究員が増えないといけないので、そのあたり考えていきたいと思っています。その次に今度基礎から応用ということで、まあ、ゲノムコホート事業ただあの立ち上がっておりますけど、そういうものとの連携するとか、今度できます。いわゆる日本版 NIH の AMED との住み分け連携、この中で私どもそれこれまでどちらかというと研究としてのゲノムデータ、あるいはそれに付随した小規模な臨床データを扱ってまいりましたけども、この中でどこまで何を扱うのかということも含めて今後検討していきたいと思っています。これは私どもだけであの決められることじゃありませんけど、そういうことを考えていくと。農業分野でのデータベースの支援協力、これはあの先ほど言いましたけど、私どもこれ平成19年にプロジェクトを前やってましたときに、自分ではこの知識発見研究をしないと縁の下の力持ちということをやってきたんですけど、もう少しこう共同研究なり何なりでデータ解析のところを踏み込んでいきたいというふうに思っています。からあと残りもうあと4つのテーマですけども、 GST の情報事業との連携ということで、これはあのこれはどちらかというとジャーナルの方はあの情報事業として取り組んでこられたわけですけども、まあ、当然ジャーナルとデータというのは一体のものとして今後あの統合していかないといけませんので、私どもデータをやってますのでジャーナルのところと連携していくと、それに関連しまして研究データへの DOI 増える
でありますとか、これは私どもの活動ではありませんけど、情報事業の方で RDF 化をいろいろ推進されてますので、そういうものと連携するとか、 J グローバルと連携する、あるいはその日課時のデータの提供ということで、もう CC バイで出していただけるということなので、それを活用していくというようなことですね。6番目がファンディングということですけども、これまで一律のファンディングで非常にステージの異なる、もうだいぶ枯れてきた分野と、今ホットな作り始めの分野といろんなものをこう同じような一律の考えで支援してまいりましたけど、もう少しその中身を精査して、バンク事業的なものと、それから作り始めのものと、だいぶ枯れてきたものと、そういうものをファンディングを多様化するなり、ファンディング以外の仕組みを作ったりとか、NBDC の中で取り組むとか、アライアンス構築するとか、こういうことも含めて考えていきたいと思っています。これ最後のスライドです。最後に何といってもやはり、国の財政が苦しくなっていく中で、どうそのデータ量も増えていく中で持続可能性を担保していくかということで、これはもうどんどん省力化していくということなんですけども、私どもが自分で作るだけじゃなくて、データ生産者が自由にデータベースの統合化とか構築ができるようにするだとかですね、スパコンサーバーを他のところのスパコンサーバーのリレーでありますとか、あとこれ最後に書いてあるのは、これまあなかなか難しいですけど、予算確保の仕組みとして受益者負担だとか消費税方式だとか、さまざまなことも組み合わせながらいきたいと思っています。最後に恒久的なデータベースセンターとか、第2段階に入って恒久的なデータベースセンターにしないといけないわけですけれども、その時にやはり優秀な研究をどう確保するのか、ポジションをどうするのか、それからいろんな多様なニーズに応えるために規模も拡大しないといけませんし、4省連携体制も作らないといけませんし、あるいは日本の中ではいくつか DBCLS、DDBJ、PDBJ、KEG その他いろいろな活動がございます。そこをどううまく連携していくのかというようなことを取り組んでいきたいというふうに思っております。今日お話したところはだいぶ煮詰まってきたところもございますけど、まだまだこれから議論しないといけないこともございます。また NBDC 一人でできることはほとんどございませんので、ぜひ皆さんの協力を得ながらですね、今後進めていきたいと思っております。何卒よろしくお願いします。本日一日長いですがよろしくお願いします。